日本人形は和服を着、日本髪を言った日本の伝統的な風俗を写した人形の総称である。一般に日本人形という場合、市松人形や衣装人形のことが多い。一般家庭等で置物として飾られる工芸品としてのほか、美術的価値の高い品もある。1927年にアメリカ合衆国に市松人形が 人形大使として送られた際に、日本人形の説明が付けられた。一生人形は、江戸時代に、武家の子女が嫁ぐ際に、婚礼の家財道具としても扱われる習わしがあり、人形にその最悪を身代わりさせるという大切な役割もあった。一生人形は、様々な衣装で制作され、その姿から身分や職業が分けられる。例を挙げれば、舞妓、藤娘、 町娘、武家娘、姫君などがある。役よけの身代わりでもあることから、なるべく身分が高く姿の美しい人形が、婚礼道具として進められる。このような人形を婚礼道具の一つとした時代は、近年まで続き、1980年代半ばまで多く見られた。日本人形の中でも、節句人形は、伝統的にその手や足、頭、髪結い。 衣装の仕立てなどそれぞれを専門に制作を受け持つ人形工芸師が分業している。制作において人形は順番に人形工芸師の手によって組み立てられる。そして最終的に衣装の着物を着付ける人形着付け師の下で完成まで仕上げられる。一般によく言われる夕食人形はこのような制作手順が取られている。主に京都、 東京で制作される。博多人形こけし人形各地の人形については、郷土人形、土人形も参照のこと。校舎には、伏見人形、佐渡原土人形などが含まれる。ありがとうございます。